ということでございまして、葵さんのじゃあ10秒ロイヤルプレゼンいきますよ。スタート。王室教師ハイネの見どころはリッヒーのかっこいいところ、そしてリッヒーのかわいいところがいっぱい詰まってます。ぜひみんなこの後も見てね。はい、天才がいますわ。天才でしたね、はい、まとまってますね。まずもうこのポーズももうどうしたんやね。ありがとうございます。もう CM のようなね、もうカンパケの状態でねコメントしていただきましたけれどもね、はい、はい、ただリヒトのことしか伝わらなかったですリヒトらしいですよね、はい、リヒトっぽかったですね。さすがリヒっていうコメントも来ております。はい、はい、ということで最後じゃあ広瀬さんいきますか。え、待って待って、あ、じゃあ声優陣4人ですよ、はい、なるほど、うん、そうですよ。坂本様にそんな怪我はさせられません、ね、ありがとうございます。負担がすごすぎますから守ります。大丈夫ですか。行こうか、行きますか。お願いしますよ。もう行くしかないですから、はい、行きましょう。それでは広瀬さんの10秒ロイヤルプレゼン行きましょう。スタート。すっごくエッチでロイヤルな王室教師ハイネ、毎週火曜日ちゃんと見てね。何何何、今日すごくない？ヒロシさんどうしたんですか？どうしたんですか？でもだってさ、ちゃんとだって誰かが落とさないといけないじゃん。すごいよ、ほらどうしたのって。めちゃめちゃ面白いね。ヒロシさん18期アニメじゃない違いますよ。おもり大ちゃんがちょっとセクシーだったね。あ、そうだね、セクシーだった。色気が半端なかった。はい、よろしくお願いします。大人から子供まで見れますから。はい、はい、ということでございまして、はい、坂本さんはどうですか、ね、行きますか。っていいですか。これで完璧だったらどうしましょう。そうだよね、坂本さんもやってもらえますか、どうするかね。やりたいです、やりたいです。もちろんお願い。あったまった、あったまったよ。やります。あ、じゃあお願いいたします。頑張ります。最後ね、お願いいたします。坂本さんの10秒ロイヤルプレゼン行きましょう。スタート。もう前は見るたびにもうハイネ先生の名言だったりとか、もうなんか人生においてのなんか勉強になるアニメだし、もう涙も出るし感動もします。おいしくしハイネ。おい、だこういうことですよ。なるほどね。そう、可愛かったんだけど、ね、伝わる、伝わりますよ。内容も伝わったし思いも伝わりました。ありがとうございます。さあ、ということでございまして、この5名の中で皆さんが投票していただくということでございます。はい、はい、それではいきましょうか。この中で一番ロイヤルをロイヤルなプレゼンをしたのは誰でしょうか。ニコ生アンケートの準備はよろしいでしょうか。はい、はい、行きましょう。それでは、はい、投票スタート。スタート。結果を待つだけですね。うん。いやもう誰や誰や今。いただきます。誰、ね、今お茶を飲むタイムで。今完全にお茶の時間ですよ、ね。うそう、お茶の時間ですよ。すっごくエッチに飲む。ね、もうどうしたの？セクシーな声。どうしたの？ちょっとあのこの子からあの一言あります。はいはいはい。あの僕のお茶がないんです。ないですか？どうしたんですか？お茶。じゃあこれ鳴らそう、これ鳴らそう、これ鳴らそう、鳴らそう。オーダー。羊さん。羊さん。羊の方がバタバタしております。お茶あげてください。急に、はい、お待たせいたしました。あのぜひあのこの方にお茶をお願いできますか。実は既に王子の右手側のカップにご用意してございます。あれみんながずれてね。ずれてね。ほら、ハニーハニー、ジョーちゃんでしょ。じゃあ顔が真っ赤だ。ひどいね。それはひどいよ。そうだそうだ、あのこの後もしかしたら駆けつけてくる浅戸先生のね、はい、文がね、あそこに置いてあって。なるほどね、一人ずれてたわけですよ。羊の方はもう何のミスもしてませんから。バレたか。ありがとうございます。ありがとうございます。完璧でございます。翔さんはマジでやったないよ。葵さんがねマジでとか言わないで、マジで。すごい、ということで、アンケートの結果は出ましたかね。結果こちら。おっと、お僕多くない。さあ、上田さん 13% 足立さんが 3% なんで一桁なの。僕だけ 24% やった。そして葵さん 33% そして赤本さん 25% ということで、葵さん勝利。すごい。でも一つ言うとしたら、ね、リヒトのことしか伝わってなかったから、はい、あ、来ましたよ。ということで1位の葵さんには、ご褒美がございます。すげえ。
こちらの羊喫茶スワローテイルさん、運営されている、ケイブックスさんとのコラボスペシャルケーキ&クッキーでございます。すごいさあ、そしてですね、こちらのあ、ハイネのね、はい、さあこちらのスイーツは東急ハンズ池袋店さんにある、はい、パティスリースワローテイルさんにて、6月24日より、7月2日まで発売予定。発売するんだ。これ一足先にお召し上がりください。ちょっと食べて、そうですね、見ますか。もう朝日いいよ、はい、この辺。あ、浅田さんが来ました。すいません、はい、よかった、間に合った、間に合いました。みんな、はい、お疲れ。よかったよかった。すいません、はじめまして、あ、浅田優也です。あ、すいません、はじめまして、原市岩井でございます。ここでね、挨拶するという楽屋の人間ね、ご挨拶大事だね。いやいやいや、ケーキすごいね。よかったですよ、ね、早速どうも食レポとか、浅田さんが来てくれました。はい、ありがとうございます。はい、さあ、じゃあ葵、さんにはそのケーキちょっと食べてもらえますかね。いいんですか、可愛すぎて、ちょっと、はい、うん、あのな、フォークを入れにくいんですが、ね、どこに入れたらいいのかね。ですが、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 ジュシュ。あー、翔太、ね、教育的指導です。食べた、やばい、右側頭部を。中身に何か入ってる。あ、何が入ってるんですかね。何が入ってる。食べてみましょうか。いただきます。中身、何、何、これは、うまそう、うん、バナナが入ってます。バナナ、うまそう、意外ね。ババ、バナ、あの、ババ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 は入ってないでしょ。なんで中にババは入ってないんですか。バナナを、あの、甘くて美味しいババロアが包んでて。あ、なるほど、ババロア、ババじゃないよね。ババじゃないです。あ、ほんと、じゃあふわっとしてる感じなんですね。はい、もう口の中でとろけます。美味しそう、美味しそう、食べたい。池袋さんの東急ハンズさんで買えますから、これが6月24日よりね、はい、行ってみてください。